どうぞ。どうぞ、大阪誠司君。委員長、はい、驚きました。行政府の、まあ、閣僚席からですね、意味のない質問だ、こういう味が飛ぶなんていうのはですね、前代未聞ですよ。これ、与党の皆さんも、国会そのものは馬鹿にされてるんですよ、これ。やるんだったらちゃんと質問時間の中で思うこと言えばいいじゃないですか。後ろ向いて今、質疑者が変えようとしている追い打ちをかけるようにあんなこと言うなんて、言語道断。私は、本当に安倍内閣でたらめだと思いますよ。行政私物玉ないのことはいっぱい発生するし、そしてそのことを指摘すれば、公文書を廃棄するし、隠蔽するし、改ざんするし、捏造するし、国会で質問すればまともに答弁しない。ご飯論法だ、逃げて歩く。そして閣僚に至って本当に閣僚の資質があるのかどうか、わからない人はくだくだ答弁して、終わってるじゃないですか、こんなの。でたらめだ、私はそう思う。今日は時間がもう限られているので、このデタラメの全ては言い尽くすことはできませんけれども、その一端について少しお話をさせていただきたいと思います。それと、委員長の指揮、相当に問題があると私は思う。そこも改めていただきたい。まず今の点については、五国理事会で理事の申し出があれば協議いたします。それは理事の皆さんにお任せしますので、じゃあ私の話に入りたいと思います。